はい、どうも、ついちゃんこと、ついのぞみです。はい、今回はですね、前回の動画をね、見てくれてる方は、今のこの状況が把握できてると思うんですけど、この間ね、業務スーパーの方に買い物に行ったの。で、その時に、冷凍物を結構大量に、今の家の冷凍庫の状況を把握せずに買ってしまって、とりあえずね、しまわないとやばいっていうのもあって、この我が家の冷凍庫を整理するところから業務スーパーで買ったものを収納していくっていう動画を今からやっていこうと思います。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。ちょっとね、説明しながらっていうよりはもうバーって流れでいっちゃうかと思うんですけど、見てもらえたら嬉しいなと思います。それではスタート。スジちゃんねる。はい、ってことで何から手をつけたらいいのかな。とりあえず一回出すか。とりあえず一回出そう。一回ね、一回。いや、もう食べないと減らないよ。食べようだから。とりあえずどうしよう。どうやってしまう。こういうさ、こういうのがさ正解なのかももう分かんないよ。こういう仕切りがもはや正解なのかっていう、もうこういうのとかさ。でもご飯はさあれよね。いやマジで急がないとつけるよ。上の引き出しに入れるものと、そう、そういうのもさ、なんかさ、あるのかな、正解が。もうとりあえず今日これプルコギ食べよう。プルコギ食べるじゃん。麺。待って、もうこれバシ得意なやつじゃない？でもほら、杉さんの家の仕組みがわかんないからさ。こういうのはもうジップロックに移し替えちゃった方がいいよ。うん、そうか。これ入ると思う。入る。本当に？もう最悪食べよう。もうこれ小分けにするとかじゃなくて一発でいった方がいいよね。どう？入った。それすごいよ。入った。で、空気を抜く。入れる。これ今日買ったやつもどんどん入れていった方がいいよね。うん、これここ？これもう下でいいんじゃない？それ下でいいかな。見えるかな、ここ。見えてる？で、こういうのに入れていくしかないよね。フリーザーバッグのでっかいのに。やばい、今日ミートボールがミートボールなんだけど。とりあえずもう全部ジップロックに移し替えて空気を抜く。とりあえずこれ入れてってみよう。芋もち。そうよね、だってこれさジップロックみたいになってないとさ。これ冷蔵庫入れてきて。はーい。ちょっとさ、この芋もち食べてみたいんだけど。芋もちとか揚げて半分にあげる？あげる分じゃん。あげても焼いてもいいんじゃない？あ、トースターでもいけるよ。焼いてみよう。水餃子、ねねが好きなやつ。やばい、ちょっとネギ早めにしまおう。あ、ネギは何？どうやってやるの？キッチンペーパーやる。ネギはキッチンペーパーに入れるんだって。どういうこと？はい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 。お刺身スタイル。あ、そう。おし、主婦みたい。見せてで、この間に入れるコンビネーションが必要よ。いいよ。本当？全部入る？嘘だ。でも行きたいね。これあったらめっちゃ楽だと思うんだけど。これめっちゃいいよね。これめっちゃ楽だよ、白ネギカット。これめっちゃ楽だよ。待って、全部出された。あれ、ほんじゃん。何とか食べたい。食べよう。でっかいよね。やばい。約2時間解凍してお召し上がりください。じゃあちょうどいいんじゃない？かわいい。かわいいね。めっちゃ美味しそう。かわいい。かわいい。これじゃ多いよ。お月見とかもめっちゃいいじゃん。なんかチョコ味もあって。す
ごいいいよ、今連携できてるよ。叩き飛ばしの20年間の連携が今初の初これさ、みたらしも結構で書かないとわかんないな。なんか里芋と間違えそう。やっぱちょっと待って、こういうのもさ、YouTuber いるかも。 YouTuber は入れます。実際は入れないだろうけど、YouTuber は入れよう。確かに、こうやって入ったらなんかできる風じゃない。え、すごい綺麗。なんかできる主婦すごいよ。ちゃんと入れたい。YouTuber ちゃんと入れるの。 YouTuber はちゃんと入れるらしいよ。このアメリカンドッグもう切ってる向きだけだしね。 YouTuber ちゃんと入れる。こうやって入れんの。入れないよ。 YouTuber は入れる。 YouTube で今日これ作るの入れる。わしももも作る。本当だね。夏美が夏美がちゃんと入れてる。やばい、もう潰れてる。食べる。もう溶けてる。食べれるよ。手洗って食べます。あ、ありがとう。まい。やっぱり美味しい。これこれでしょ。すげえ、すごいよ。見て、マッシーがアメリカンドッグをYouTuberっぽく入れるとこうなるらしい。それはやばい。芋ばっかり。芋ばっかりだよ、マジ。今うちらが食べようとして芋餅もやってる。芋餅もやってる。このピザってやっぱり1枚何かをこう合わせていった方がいい。ついちゃう、これとこれが。え、待って、これを、待って、私も本格的にやるわ、ちゃんと。もう、性格出すわ。私、性格出します。A 型出します。待って。私の今から A 型出しますんで。こうじゃん？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 こうでしょ？くっつかないように。ほら、冷凍すると生地と生地がくっついちゃうじゃん。ない、ね、このまま行ける予定。マジ？行けるよ、行けるよ。行けんの？行けないよ、絶対。嘘だ。え、もう一個大きい袋あるかな。ミス？ミスだね。これどうしたらいいの？もっと大きい袋。待って、ジップロックのでっかいのってここにあったよ。はい、これだ。出ました。入った。入ったよ。これとこれは一個で、これがここで、え、すごい、すごいいい感じなんだよ。見えるかな。で、え、でももう、とりあえず、こんな感じ？大根おろし。大根おろしってこれ、切るよね、絶対。本当はね、こういうのに入れるじゃん。で、ちょっと溶けた時に、箸で上からこう押さえつけるの。あ、で、もう一回冷凍するの。そう、こうやって押さえつけて、で、冷凍するとかきって。はい。あの、すごい主婦じゃん。チョコモナカジャンボ。主婦。チョコモナカジャンボ。主婦。え、なるほどね。そう、で、これに入れて、上から箸で押せばいいんだ。なるほどね。いや、すごいんだけど。え、すごい匂い。ね、すごい。で、こうでいいってこと？そう、で、ちょっと置いといて。だな、箸で後をつけんの。これさ、前にさ、全部凍ってて解凍しちゃったらどうやって使うんだろうって思ったの。そういうことね。ちょっと置いといてみよう、このまま。どれ触っていいって言ってます。どれかな。アンパンマン触っていい？アンパンマンいいよ。キムチチヂミ。これもどうなんだろう。これだけちょっと無理だ。あ、これだ。はい、これとしよう。はい。どうやって切ってるの？ここに1個ずつ入れて、はい、コアがしまって、コアも食べたかな。え、
じゃあママ食べて。美味しいんだからこれ。これダメよ、バカにしちゃう。どうせなのよ。めちゃめちゃいい感じじゃない？え、これ乗せる系？乗せてみよう。え、これ入るかな？さっきのアンパン。あ、ほんとだ。おいしい。触って食べて。ちょっと待った。これで一回。はい、とりあえず今日バタバタ、なんかもうなんか全然紹介っていう感じの取れなかったんだけど、最終的にこんな感じで収まりました。どうでしょうか。紹介 していこうか。これがコーン、業務スーパーで買ったコーンでしょ。これが芋餅、これが、コストコで買ったナゲットで、これが業スーで買った里芋で、業スーで買ったポテトで、これなんだ？あ、業スーで買った肉団子で、これがピザね。で、これはふるさと納税で頼んだ馬刺しで、これがコストコで買った牛タンで、これが業スーで買った水餃子で、これが業スーで買った餅巾着と椎茸で、これがキムチチヂミで、あとこの辺はずっと家にあった魚の冷凍系で、この辺はこんな感じかな。で、あとはこっちね。今までお家にあったやつ。これスイートポテト、さっき買ったやつ。で、これトマトの冷凍とか、マンゴーの冷凍とか、ブドウの冷凍とか、モッツァレラの冷凍とか、ここご飯。なんかいろいろ。お肉。なんかいろいろ。で、これが、大根おろしで、ちょっと溶けたら、箸でこうやって、型をつけるんだって。そうすると使うときにパキって割って使えるらしい。主婦のバッシーのね、なんちゃって主婦が教えてくれました。主婦です。はい、そして、こちらもなんちゃって主婦が教えてくれた YouTuber の入れ方らしい。これね、一口サイズのアメリカンドッグで、次これピザの生地です。はい、これも間にちょっとなんか挟んでくっつかないようにっていう工夫をしてみました。はい、ということで我が家の冷凍庫、いい感じに全部収納はなんとかできました。あとはここ。あとはまあ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 、まあ、納豆とかね、カクテキとかね、この辺しまってきます。キープしてください。え、キープしてくださいね。なかなかよね、これずっとキープってさ、みんなできんの？ただなんかずっと見てられるぐらい綺麗なんだけど。やろ、しまおう。とりあえずしまいます。これしまるかな。おお。よいよよいよ、見てよ、もう胸を張って見せれるよ、見て。こんな感じよ。綺麗。こんな感じで、もうこのホットドッグの入り方すごい。YouTuber の入れ方らしいよ。へえ。わかんないけど。すごい。え、これちょっとなんか料理したくなるわ。何があるかちゃんと把握できる。ね、確かに。いや、あのちゃんと把握するってすごい大事だと思うの。なんかさっきも私も何も把握せずに行数行っちゃったじゃん。うん。こうなっちゃったじゃん。うん。ちゃんと把握した上で、あ、もうちょっとでこれじゃないなって思ったらその分買えばいいんだもんね。うん、大事だね、やっぱり整理整頓って。本当に主婦何年、もう15年ぐらいやってて今学んだわ。本当に、いや、保てないといけないよね、でもね。うん、ほら、素晴らしい。素晴らしい。あとはこのネギをちょっとマジでどうしまう。これ一回干そうかな。干した方がいいよね。どう？でもなんか食べた方がいいんだって。野菜はその濡れてる、なってる時の状態の形で保存するらしい。へえ。そうか、立ってるもんね。そう、ネギは立ってるじゃん。ネギは立ってるから。うん、土ついたまま立てればいいんじゃない。違うの？いや、いいと思うよ、初めて見た。
かけて日に当てて、日に当ててあげればいいんだよ、こうやって。ほら、ちょっとさ、密集してさ、袋入ってるとさ、なんかダメになりがちだ。水はいらないんだって、光が欲しいんだって。よくできました。オッケー、オッケー、はい。